現実と全く同じ問題が起こっている東京へようこそ。こんにちは、くんです。現実と全く同じですね。ゴミ問題から何から全て起こっている都市です。今なんかやっぱり現実と結びついちゃうんですね。ということで、税収が非常に良くないので税収面をちょっと安定させていこうか。そこからだよな、まずは。まずはそこから。だな。まず、住宅がないんだわ。住宅が足りない。ちょっと、税収を上げるには、住宅とか作るしかない。やはり、こうやって。ね。こうして、作りまくるぞ。俺は作るぞ。こうして、全部住宅地にするから、これ。タマニュータウン。ここ。これタマニュータウンにする、俺は。ニュータウンじゃねえな。割となんかちょっと乱雑な感じの街でも好きなんだよね、俺。こういう感じの。わかる。言ってることわかるっしょ。この雰囲気。この感じ好き、すごく。この、現実の街感ある感じ。妙な道路があったり、妙な空間があったり。でも、実態としては結構なんか、なんだろう、こんな四角形に建物立たねえからな。まず行っちゃう。まず夢を壊すと。四角形の建物が建たない視点で、ちょっと実態とは違っちゃうんだけど。とりあえず、水路伸ばしていくか。まあ、ちょっと人が来るのを待ちましょう。よいしょ。おー、人口増えとるぞ。人口増えろ。人口増えてけ。人口が増えると税収も増えるんですよ。ね。あとは商業地域か。どうすかな。もうゴミパンパンっすか。ああ、はい。了解っす。ゴミもパンパンすぎてもう話になる。ゴミがみゃんこパンパン。98% 使用中だと。もうやばいじゃん。ゴミパンクすんぞ、このままだと。まずいっすね。早急にゴミ回収施設をもう一個作る必要がある。やむをえんな、でも。これはしょうがない。しょうがない出費だ。もう、ゴミがみゃんこパンパンになってんだが、マジで。おい、やばいぞ、ちょっと、ゴミがみゃんこパンパン。ちょ、待って。どうすんの？どうする？ 96% 使用中。31% 使用中。OK、いけんじゃん。お前は働け。100% 使用中。やばいな。どうすんだ、これ。マジで。マジどうすんの。焼かねえと、早く。ゴミ焼却所、おい、何市だ。なんかどっかの市が揉めてただろう。日野市かどっかゴミの焼却場をどうするとかで揉めてただろう。押し付け合いしてただろう。今その状態だぞ。どこに焼却所建てましょうかって。どこもちょっと建てれないです。うちの市嫌ですって。あれってさ、ちょ、物申していい？マジで。ちょ、物申してくけどさ、あれ、おかしいよね。なんか。いや、それは確かにさ、確かに迷惑施設かもしんないけどさ、必要な施設じゃん。なんか、結局さ、ああいう反対運動とかしてる人たちとかっているじゃん。ああいうなんか、ゴミ処理施設の反対運動とかって。でもなんか、しょうがなくねって気するけどね。なんか、排気ガスがとか言うけどさ、いや、なんか、しょうがないやんって思うけど、正直。ああいうの見てて。しょうがなくねえだって。じゃあどうすんの？じゃあお前、じゃあゴミ出さないの？どっかがさ、なんか、なんだろう。それは本音を言えば、ゴミ処理施設がこんなところに来るなんて嫌だって気持ちはわかるけど、まあそれはあくまでも本音の話じゃん。なんか、堂々とさ、ゴミ処理施設反対とか言う人たちって俺よくわかんねえんだけど、なんか気持ちが。ああいう人たちの。どういう気持ちでやってんだろう。いや、まあ、わかる。気持ちはまあ、全然わかんないことはないけど、それを恥ずかしげもなく大声で叫べるのがすげえなって思う。じゃあ、ゴミ処理施設街の真ん中に建てるか。ここに、ボーンって。みんな反対運動起こるぞ、これ。現実の東京再現していくか。うわ、ここやべえな。すげえことになってる。どうすっか。もうなんとかしねえとやべえな。お前らどこ生きてんだ。お前らどこ生きてん。勤務先ゴミ処分場。あ、ここで勤務してんの。
なんで高速乗ってんのあなたんで。あーなるほど、ここら辺に住んでる奴らがここに殺到してパンクしてんのか。ちょっと高速分けるか、少し。ゴミ焼却所まだいる？暫定的にじゃあここ作るぞ。もうこういう暫定になるから嫌なんだよ。まあ、少なくともこの渋滞なんとかするか。あんま美味しくないな、この渋滞は。この渋滞やめさせよう、すぐ。渋滞やめさせるにも金がかかるんだよな。ここら辺にこう通してさ、ここら辺に下ろしたいよね。難しいな。どうする？とりあえず、とりあえずでいい。とりあえずこう作って、こう作って、で、ここを下ろすか。ここを下ろす、シューって。シューって下ろすよ。シュー。あ、微妙。まあ、いっか。これで下ろすか、とりあえず。なんかインターチェンジか、なんか、これかっこ悪いな。なんかもうちょっとかっこよく下ろしたいな、下に。もうちょっと下にかっこよく下ろしたいっす、僕。とりあえず商店街にしよっか。水も引いとくよ。ボン。オッケー。ゴミ収集が足んねえな、全然。まだ税収はちょびちょび上がってるよ。公共施設っていうか、この辺のちょっとなんとかするか。なんか死体が回収されてねえって言ってる、今度は。もしかして墓地がいっぱいか、今度は。掘り起こして仮装しろ。もう。掘り起こせ。死体を。仮装するぞ。あんじゃん、仮装場って。掘り起こして仮装すれへん。維持費200円。ああ、全然維持費かかんないね。じゃあまた墓地作るか。暫定的に墓地作るか。俺暫定大好き。俺先送り大好き、俺。マジで。先送り市長と呼んでくれ。ここどうしようかな。何が足んないの、君たち。地下を上げるとアップグレードできます。まだ公園必要？本気で言ってる？それ。まだ公園いりますか？どんな公園作ります？ちょっといい加減にしてくださいって感じですよ。ちょっと公園も、公園は。ベースボールパーク作る。わあ、なんだこれ。キチガイみたいな建物だ。どうするよ。なんか、水でも作る。水辺でも。水辺作りますか。どっか。こんな感じで。なんだか、なんだかなーって感じだな。ここに水辺を作ろう、じゃあ。しょうがない。ドン、地下が上がったぞ。あ、そんなに上がんない。オツです。全然上がんなかった。地下上げろって、これ以上どうやって上げろってんだよ。もう上がんねえぞ、地下。予算かけてねえか、俺もしかして。あ、公園の予算ちょっと、いや、でもそうでもないよな。もうちょっとこれ、予算ちょっと上げとくか。普通に。まともに戻しとこうし、予算。これじゃあ全然効果がなかったってことか。あ、地下ちょっと上がった。地下上がった、上がった。やった、やった。高い建物が建ったぞ。わーい、よかったね。よかった、よかった。レベルは何で上がるかなと。何が足んない。可能なレベルアップ情報はありません。まだでも上がる余地あるっしょ。まだまだっしょ。何が足んないか調べるか。教育は？教育そこそこか。教育受けた？受けてない。受けてない人多いな。あ、小学校が足んねえ。はい、わかったわかった。じゃあ小学校作ろう、今度は。いや、その前にゴミ焼却場だ。いや、小学校とかはまだいい。ちょっと待って。小学校の前にゴミをなんとかしよう。ゴミ処理場もこの工場のど真ん中作るぞ。いいでしょ、工場なら。でも工場混雑しそうだな。おい、すげえことになってる、ここ見て。ほら。ゴミ収集車で渋滞してる。どうすんの、マジでゴミ収集。どうしよっかね。どうしよっか、ほんとに。ここでいいんじゃね？ここに作れば、いや、どうしよう。迷うな。変なとこに作んない方がいいよな、まず。
迷う。これは迷う、非常に。これは迷うところだ。ここに作るか。ワンチャン。ここ行こっか。よし、建てた。頑張れ。超頑張れ、超頑張れ。これで、これで頑張ってほしい。水がない。あ、そう。はい。で、住宅地が足んない今度は。はい、了解了解。わかったわかった。作る作る。大丈夫だよ。私ね、いい市長さんだからちゃんと作るよ、その辺。大丈夫だよ。ごめん、水飲んでた。はい。脇道もね、ちゃんと作ってあげて、こうだ。お、いいね。このなんか感じいいね。この感じ好きよ、俺。嫌いではない。そして、どうしようかな。これちょっと空きがあるな。ここ住宅地にしようか。あ、これいいね。これなんか本当の街っぽい。作れ作れ。こう隙間を埋めろ、隙間を。住みたいだろ、もっと。住みよい街に。もっと住め住め。住んでけ。よし。こういう妙なスペースはもう全部埋める。団地にする。はい。全部団地にしまーす。まあ、あとは勝手に立つでしょ。うん。うわ、なんか消防署が。こいつ、ゴミ問題は大丈夫か？ゴミは。わー、電気が。いや、大丈夫。必殺石油発電所がある、俺には。あ、ダメだ。石油発電所、金がねえ。しょうがねえな。とりあえず、水力立てとくか。暫定、暫定。とりあえず、暫定立てます、水力。しょうがないです。小学校もない。はい、わかったわかった。人が来るとね、越してくると小学校もね、足んなくなるよね。わかるよ。わかった、立てよ。もう一個田舎に建てるよ、じゃあ。ここ一個あったらな、バランス的にやっぱこっちだよな。ここ小学校なんか作りたくねえんだよな。こんななんかいい感じの地価の高いところに。こういう貧民街に作った方がいい、小学校は。ほら、通え。よしよし。あー、でも充足度足んねえ。店員が全然足りてねえな。まあまあ、ちょっと今後ってことで。健康度マックス。これね、数値。健康は健康らしい、どうやらみんな。市民の幸福度。まあそこそこだな。レベル。レベルはまだいい。風速。これ関係ねえ。汚染度。うわー、汚染してる、めっちゃ。これだ、完全にゴミのせいだな。もはや汚染しかない、この辺とかも。火災危険度。危険すぎでしょ。騒音度。あー、なるほどね。犯罪率。人口。ここ人口多いな、この辺。地価も高えしな。ここ好き、マジで。この辺大好き、俺。この辺割となんかいい感じにしたいっていうのに俺願ってるわ。なんか地区の名前とか決めちゃうか。ここと、ここと、ここ。なんか地区の名前今度決めます。あ、募集しよっか、みんなで。ね。募集する？みんなの意見。じゃあ、ここの工場地区、ウィロー地区ってなってるけど、ここら辺一帯の地区の名前決めます。あと、ここの、なんか島の名前も決めます。あと、この田舎あたりの名前も決めます。ここはちょっとまだ完成してないから、ここは後々で。ちょっとここなんか気に食わねえな。なんか、ここ全部田舎にしてえな、やるんだったら。まあちょっといいや。この田舎っぽいところはまあちょっと何かしらやろう。もう、何かしら何かしら。この3つね。ここの3つ、ちょっと決めまーす。だから、ぜひ、意見をください。はい、排出停止。ゴミ収集してこい。ちゃん、コメントで良さそうなのがあったら、それ拾うから。大丈夫。あー、実際に東京にある地名にするかどうかか。それはいいや。あんま面白くねえから。東京っぽい東京じゃない何かの名前にしよう。いいよ。別に、ここ四国とかでもいいよ。四国とかでもいいし、北海道とかでもいいよ。まあ、任せる、その辺は。みんなのセンスで、行こう。ということで、今日はこの辺で一回終わろうか。じゃあ、くんでした。またね。
バイバイ。グイーン、目が回るー。